まあ、今回新しい恐竜だっていうことが分かったんですが、まあ、それはですね、新しい恐竜であるということは、要は日本独自または東アジア独自のまた世界が広がっていて、そして進化が起こっていたという紛れもない事実ですので、まあ、それがこの日本、またもっと言えば北海道から情報発信できたということは非常に感慨深いですね。まずムカワ流、日本においては、まあ、このハドロサウルス科というものが、実際日本に住んでいて、まあ、新しい恐竜で、しかもティラノサウルスの時代、白亜紀末、まあ、隕石が落ちて恐竜が絶滅するわけですけども、その直前の世界が初めて日本の恐竜で描かれるようになりました。でもう一つは、このムカワ流っていうのはおそらく海岸線に住んでいた恐竜です。で、海岸線の世界、恐竜時代の海岸線の世界というのは今まであまり描かれていなかったんですが、今回のムカワ流の発見によって、これは日本だけじゃなく世界的にこう海岸沿いに住んでいた恐竜はどういう世界が繰り広げられていたかっていうのを教えてくれる、世界的にも非常に重要な化石だと思っています。Neuro spines. I know. So how much you know? You know, it's very lucky. Dr. Kobayashi and his colleagues found this nearly complete hadrosaur specimen in Asia, even in the marine deposit. The discovery of this specimen has a very important ecological and paleontological significance.To show how the large-bodied hadrosaurid dinosaurs spread from Asia to North America. まあ、これまで日本の恐竜化石っていうのは、まあ、断片的なものが多かったんですね。歯1本とか歯数本とか骨、遊離した骨とかっていうのが多かったんですけど、まあ、今回ムカワ流の発見によって、まあ、これは非常に保存の良い全身骨格が丸ごと1体出たっていうのは、しかもこれだけ大きい恐竜で丸ごと一体出たっていうのは日本で初めてですので、そういう意味では実は日本っていうのはこれだけ素晴らしい恐竜化石がもっと出てくるという可能性を示唆する化石だと思っています。